坂井広樹は長野県及び千葉県出身のサッカー選手。J1 リーグ浦和レッズ所属、日本代表、父親の故郷である長野県中野市で生まれる。広樹という名前は父親から字の一字を取って名付けられた。幼い頃に千葉県柏市に引っ越し、年の離れた二人の兄の影響でサッカーを始め、小学三年生の時に、 地元のクラブチームへ入団。当時はフォワードを務めていた。小学6年生の時、一度練習に参加したことが、きっかけで、柏レイソルの下部組織で練習生としてプレー、するようになり、2003年、中学入学と同時に、柏レイソル U-15 へ正式加入。吉田だるまの指導の下、と、坂井、工藤総人、氷川敦平、山崎雅人。 竹富康介、戦国連、イブスキヨ島川敏郎、畑田牧という経営9名のプロ選手を輩出した、柏レイソルユース、黄金世代の一員として、はじめは右サイドハーフ、中学3年生頃から、左サイドバックを担当。吉田は、ディフェンスラインの裏へ出ていくタイミングの良さや、スペースへ入ってくる選手にクロスを合わせる、独特の感覚を持っていた。 堺の才能を見抜き、あえてオフェンス面には手を加えず、課題のあったディフェンス面やポジショニングを中心に指導を行った。2006年、柏レイソル U-18 へ昇格。同年、U-16 日本代表に選出され、フランス遠征を経験した。高校3年時の2008年、ヒカと共にトップチームの西登録選手となったが、公式選出場はなかった。 柏レイソル U-18 の選手としては、第32回日本、クラブユースサッカー選手権大会で準優勝を飾ったほか、ビジャレアル国際ユーストーナメントでは、リバプール、アヤックス、セルティックといった強豪を破って3位に輝いた。2009年、工藤、ヒカ、山崎、竹富、戦国と共にトップチームへ昇格。同年6月、竹富と共に、 サンパウロ州選手権一部モジミリン EC へ留学した。モジミリンでは右サイドバック、センターバックとしてプレーし、特に守備面で大きな経験を得たが、11月の帰国後も公式戦出場はかなわず、J2 降格の浮き目にあった。2010年、J2 第11節バンフォーレ甲府戦で公式戦初出場。J2 第32節ミトホーリーホック戦で、 公式戦初得点を記録した。主にレギュラー不在時のバックアッパーとして、リーグ戦9試合に出場し、クラブも1年で J1 へ復帰した。2011年、右サイドバックとしてプレーした練習試合で2アシストを決めたことが、きっかけとなり、J1 第7節大宮アルディージャ戦に先発出場。それまでは、センターバックの選手とみなされていたが、右サイドで、 レアンドロ・ドミンゲスと強力なコンビを形成して、レギュラーに定着すると、一気に大ブレイク。同年5月、U-22 日本代表に初選出され、10月には A 代表にも初選出された。最終的にリーグ戦27試合に出場し、J リーグ史上初となる昇格初年度での J1 優勝を達成。J リーグベストイレブン。 J リーグベストヤングプレイヤー賞を同時受賞した。2011FIFA クラブワールドカップでも全4試合に出場し、サントス FC 戦で得点を記録。同監督のムリシラ・マーリョから賞賛を受けたほか、FIFA 公式サイト上で、マムタ妖精と共に、柏の誇るヤングスターと紹介された。2012年、前年の活躍により、FIFA 公式サイト上で、シアゴアルカンタラ、 ユリアンドラクスラーラと共に2012年注目の若手選手13人として取り上げられ、ボルシアドルトムーントなど7、8の海外クラブから獲得オファーが舞い込む争奪戦となったが最も獲得に熱心だったドイツ分でスリーガのハノーファー96への移籍を決断。柏でのラストゲームとなった J1 第16節ガンバ大阪戦を6から2の圧勝で締めくくり、 ドイツへ渡った。2012年7月1日、移籍金約100万ユーロでハノーファー96へ移籍。契約期間は3年間、プラス1年のオプション付き。入団直後にクラブを離れて参加したロンドン五輪では、初戦スペイン戦で左足首を捻挫。一時、リーグ2試合を欠場した後、決勝トーナメントからスターティングメンバーに復帰し、ベスト4まで勝ち進んだが、 惜しくもメダル獲得を逃した。2012から13シーズン、UEFA ヨーロッパリーグ予選プレイオフ第2戦、シロンスクブロズワフ戦で移籍後公式戦初出場、ブンデスリーガ第4節ホッフェンハイム戦でブンデスリーガ初出場を果たした。ロンドン五輪参加のためシーズン前のキャンプに参加できなかったことに加え、ブンデスリーガのプレイスピードの速さや、 カシワ時代とは大きく異なるチーム戦術への適応に苦しみ、試合に出られない時期が続いたが、シーズン終盤には出場機会を増やし、右サイドハーフとして先発した第33節レバー空前戦で、ブンデスリーガ初アシストを記録した。2013から14シーズン、スティーブ・チェルンドロの不勝離脱もあり、開幕から右サイドバックの定位置を確保。 第11節ベルダーブレーメン戦で、ゴール正面約30メートルの距離から、強烈な無回転シュートをネットに沈め、ブンデスリーが初得点を記録した。冬のリーが中断期間に期限付き遺跡で加入した、チェコ代表のフランティシェク・ライトラルにもポジションを譲らず、右室外権炎を抱えながら、出場を続けていたが、チームの一部残留確定後は休養した。 2014から15シーズン、一時期機会に回ることもあったが、シーズン終盤はスタメンに復帰し、存在感を見せた。2015から16シーズン、ハノーファー96に山口ボタルも加わり、日本代表が3人になった。堺自身は26試合に出場。第31節のインゴルシュタット戦では、得点を挙げたが、チームは降格となった。 契約満了によりこのシーズンでハノーファーを退団した。2016年6月24日、フランスリーグアンのオリンピックマルセイユへの完全移籍が発表された。この時スコットランドのセルティック FC やオランダのアヤックス・アムステルダムなどからもオファーが来ていたが、日本代表、バヒド・ハリル・ホジッチ監督からアドバイスをもらったこともあり、マルセイユを選んだという。 8月14日に行われたトゥールーズ FC との開幕戦でデビュー戦をフル出場で飾った。2017年2月12日、第25節の FC、なんと戦で初アシストを記録。移籍1年目となった2016から17シーズンは g k ヨアンプレを除くフィールドプレイヤーで出場時間最多となる35試合に出場し、レギュラーとして活躍した。 右サイドでコンビを組むフロリアント・バンからは、会のおかげで良いシーズンが過ごせたというのは、恥ずかしいことではないと公表し、リュディ・ガルシア監督からも今季の出来を称賛された。2017年8月7日、ディジョン・フコ戦にて2年連続で、開幕節からスタメンで出場し、9月29日に、マルセイユと2021年まで契約延長したことを発表した。 2018年4月12日 UEFA ヨーロッパリーグ準々決勝セカンドレグ RB ライプツヒ戦で終了間際にマルセイ遺跡後発得点となる貴重な追加点を挙げチームの14年不利のエルベスト4進出に貢献したしかし同年4月23日の第34節ラスクリールメトロポール戦で内側側腹人体を損傷し3週間の離脱を 余儀なくされた。2019年5月18日、リーグアン第37節のトゥールーズ FC 戦でリーグ初ゴールを挙げた。シーズン終了後にファンが選んだ年間クラブ MVP に選出された。2021年5月24日、5年過ごしたマルセイユを退団することを SNS 上で発表した。2021年6月10日、 J1 リーグの浦和レッズへの完全移籍が発表された。J リーグでは9年ぶりのプレイとなる。8月14日、第24節のサガントス戦で新天地に移籍後初出場を果たした。2012年5月23日、キリンチャレンジカップアゼルバイジャン戦で国際 A マッチ初出場。その後は同じ右サイドバックを務める内田篤人と出場機会を分け合いながら、 2014FIFA フフワールドカップアジア4次予選 FIFA フフコンフェデレーションズカップ2013などに出場した2013年11月19日に開催された国際新善試合ベルギー戦では得意のクロスボールから柿谷を一郎の先制点をアシストし3から2の勝利に貢献した 2014FIFA フフブラジルワールドカップのメンバーにも選出されたが 本大会での出場機会はなかった。2018年6月、ロシアワールドカップメンバーに選出され、第1戦目のコロンビア戦で W 杯発出場を果たした。本大会は4戦すべてにフル出場し、チームのベスト16に貢献した。その活躍ぶりをふつレキップ氏は、日常的にリーグアンで活躍し、W 杯で記録を残している。 外国人選手7人のうちに、境を選出しており、セネガル戦のユスフサバリとのマッチアップは、素晴らしい攻防だったと評価している。2018年11月16日、大分銀行ドームで行われたキリンチャレンジカップの、ベネズエラ戦にて、日本代表49試合出場にして、初のゴールを決めた。スピーディかつダイナミックなオーバーラップと、右足から放たれる、 鋭利な高速クロスが持ち味のサイドバック。フランスに渡ってからはセンターバックもすることがある。2011FIFA クラブワールドカップにおけるプレーは FIFA 公式サイト上で日本版ダニエウ・アウベス、イタリア・神がガ・ゼッタ・デロス・ポルトからは右サイド版長友と例えられた。サイドバックとしては恵まれた体イを持ち外国人選手との激しいフィジカルコンタクトにも屈しない。 高い身体能力は、柏レイソル時代のフィジカルコーチであるカルロス・アルベルト・ピメンテウから、アジリティ、パワー、スピード、持久力、どれもパーフェクトに近い。どんなフィジカルコーチでも、ああいう選手と仕事をしたいと思うだろうねと、絶賛されている。元日本代表監督のハリル・ホジッチは、柔軟さと度量があって、申し分のない選手だ。モンスター級のフィジカルを持っていると、 フランスメディアレファシーンのインタビューに答えている。2020年4月、イギリスメディアの選ぶ21世紀の日本代表ベスト11に選ばれ、ドイツで最高レベルの経験を積んだ後、フランスに渡った。日本では海外で成功した選手としての象徴をと評された。高速のクロスボールは、しばしば彼の代名詞として語られる。ユース時代のチームメートである、工藤総人は、 酒井はあのクロスをジュニアユースの頃から蹴っていたと証言している。高速クロスを上げる際は本人曰く人に合わせるよりもスペースに出すようなイメージで右足のインサイドでボールの側面をこすり上げ内側に回転をかけている。回転のかかったボールは相手ゴールキーパーから逃げるようにカーブの軌道を描きゴール前で急速に落ちていく。また、 振り抜かれる右足のモーションが小さく、対面する相手をかわしきる前でも、自分の場合に持ち込めば蹴ることができるため、ブロックを受けにくい点も特徴である。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。